はようございます、カパウです。某山の下山途中でございます。冬のちょっとレイヤリング、どんなのを着て山に登ったのかっていうのを紹介してみようかなと思います。久々にウェア系のお話ですね。冬ってやっぱねレイヤリング難しくて、めちゃくちゃ寒くて、今もねこう平坦な道で歩いてるんですけど、登山口に行くまではめっちゃ寒くてすごく着込みたくなるんだけど、登山口着いて登り始めると、すごく暑くて脱ぎたくなると、そういったねこうジレンマがあって、結構冬の登山って尻込みしがちなんですよね。私はそうなんですけど、だから冬はあんまり好きじゃないんだけど、結構ね登山4年目になって、4年生になって、いろいろ試行錯誤してきて、今のところの最適解っていうのをちょっとシェアさせていただこうかなと。でまだまだ勉強中なんで、もしねこの動画で足りないものとかあったらいっぱい教えてください。勉強中なんで、で今のところ私なりのそのレイヤリング、冬のレイヤリングっていうのが、これいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと紹介していこうかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。じゃあ行ってみましょう。ではですね、ここに今陽平くんもいるんですけど、2人ともミレーが大好きです。ミレー好きです。本当にミレー好きで、揃えたわけじゃないです、事前打ち合わせしたわけじゃないですけど、2人とも今日はティフォン、ミレーのティフォン5万ウォームを着てます。ミレーの代名詞的なウェアになっているので、説明は不要だと思うんですけど、言うならばカッパなんですね。雨具でカッパなんだけど、糖質性、その群れがめちゃくちゃ少ないっていうのが特徴のウェアです。ティフォン5万の5万っていう数字が糖質度、一般的なレインウェアって1万とかそんなもんでね、1万とか2万とかなんだけど、ミレーのティフォンは5万っていう数字で、ちょっとこの数字がちょっと詳しく分かんないんだけど、とにかく群れないと。で実際2人で話しても本当に群れないです。めちゃくちゃすごいと思う。なのでさっき言った登山口までは寒くて着込みたいんだけど、登山口ついていざ登り始めると汗がかくっていうのは、その群れをね、嫌な群れをこう逃がしてくれるような性能があります。これは本当におすすめで、私の動画の中ではよくティフォン出てくるんですけど、今日着てるのはティフォンウォームですね。秋冬のあったかいモデルで、いつも使ってるのはストレッチっていう春夏のちょっと薄い生地のモデルですね。で何が違うかというと、ウォームはこんな感じで裏がね紐になってる、なのであったかいです。すごいあったかい。でもう一個特徴として、私がよくやるのはこれ、下のジッパーでこう開けられるので、少し暑いなって時はここで逃がしてます。両方使ってる、これ使わないんだ。俺しょっちゅう使ってる。これ山動画で見ていただくと分かると思うんだけど、こうやって歩いてる時は私はここ結構開いてて、で今日なんか山頂で3度、マイナス3度か、マイナス3度で結構風も強くて体感もっと寒かったんですけど、そういう時はね多分閉めてると思います。それはちょっと確認してもらえば分かると思います。でここでベンチレーションの調整ができると、よくね脇の下とかにあったりするんですけど、基本はこれで調整できるよと。なので1軒目アウターはティフォン5万ウォーム。続きましてパンツいきましょうか。パンツはね、傭兵はねノースフェイス履いてきやがったんですけどいつもあれはティフォンの、あティフォンだよね、ティフォンの5万ウォームを傭兵いつも履いてるんだけど、今日はたまたま、俺も言っときゃよかったね。で私は今回モンテローザパンツネオ、モンテローザパンツネオっていうパンツです。で秋冬用のモデルで、もう一個モンテローザパンツっていうのがあるんだけど、モンテローザパンツとモンテローザパンツネオの違いは、このネオの方が足首に向けてこうテーパードが効いてるんで、シルエットがすごい綺麗っていう。で秋冬のこういう厚手のパンツでこういうテーパードが効いてるパンツってあんまりないんで、モンテローザパンツネオはこんなねすっきりしたシルエットになって、本当に街着でも通用するようなパンツです。でしかもあったかい。で今日はちょっと寒いので、この下に薄いタイツを履いてるんですけど、こんな感じのシルエットです。モンテローザパンツね、すごいストレッチも効いてめちゃくちゃいい。結構ね価格もね買いやすいんだよね。で特徴はポケットが 1,2,3 ついてるんだけど、ポケットはこういうフリース素材のウォームポケットって言ったかな、んかそういう素材になってるんで、ちょっとやんちゃな感じでこうやってやればあったかいと。モンテローザパンツネオでございます。おすすめ
はい、ではですね、アウター基本5万ウォームパンツがモンテローザパンツネオで、この下アウターの下に着てるミドルレイヤーの紹介です。ミドルレイヤーもこれまたね、口裏本当に合わせてないですよ。合わせてないけど傭兵と全く同じっていう、ね、これアルファライトスウェットクルー。これがね、まあ名前の通りスウェットみたいな感じなんだけど、よく見るとメッシュになってて、でこれ3層素材になってます。寒いんできます一番上の層がこのメッシュの、よく見るとメッシュになってて、肌に当たる部分がこのサラサラの素材、薄いこんな感じの素材になってます。でちょっとね透けて見えると思うんだけど、ボコボコしてる真ん中にこのねポーラテックの素材がサンドイッチされてる感じなんで、サラサラの素材とメッシュの素材でポーラテックを挟み込んでるスウェットになります。でこれねスウェットクルーなんで丸襟のモデルなんだけど、もう一つフルジップのモデルがあって、それはちょっと襟が立ってるやつ。多分ね山で使う分にはフルジップの方が使いやすいと思います。やっぱ暑いなって時に少し開けたいとかもできたりするので、フルジップの方がおすすめだけど、私と傭兵はデザイン的にこの、ね、クルースウェット型のクルーが気に入ったのでこっちにしてます。でちなみに現行モデルはここにね 胸ポケットにナイロンのポケットがついて、デザイン的にアクセントになってるんで、まあ、そちらもかっこいいと思います。暖かさは劇的に暖かいっていうほどじゃないんだけど、程よいよね。暑すぎず寒すぎない感じだよね。でそんなにストレッチはないんだけど、なんか不思議とね着心地がいい。部屋着として着てても着やすいウェアだと思うので、まあぜひチェックしてみてください。ちなみに傭兵も同じ、同じだね全く同じだね。サイズ感ちょっとどう、それサイズ何？ L か。サイズがね若干ミレーにしてはね小さめなウェアなんで、サイズ選びだけはちょっとご注意ください。177センチで XL、 傭兵は174?175 で L、 L、 うん、まあ体型の違い、私はこうおっぱいコンプレックスなんで XL を着てます。はい、なので買うときは試着した方がいいかな。アウターのティフォン5万とミドルレイヤーのアルファライトスウェットクルーで、その下に着てるのがこれです。なんだっけ名前ちょっと待って、忘れてた。ワッフルウールフーディー、これはめちゃくちゃいい。これ買ってよかった。特徴としてはメリノウール 70% で、残りがナイロンとポリウレタン、縫い目のないコンピューター編みっていうことで、こんな感じで、これ縫い目が全然ない編み込んであるやつなんで、めちゃくちゃあったかい。で伸びるところ、脇のところが伸びるところはブロックパターンが大きくて、保温すべきところは小さいと。これもちなみに傭兵も着てますこれも傭兵とダダかぶり。傭兵の場合はフーディーじゃなくて普通のクルーモデル、クルーだよね、丸襟のやつだよね。で私はこのフーディーを買ったんですけど、フードのねこの口のところもブロックパターン長いんじゃなかったっけ確か。でメリノウールなんで、この中年親父のこの匂いもね、なかなかつきづらくてすごくいい。かなりいいよねこれ ね、 いいですね。あの肌にフィットしてチクチク感もないし、適度な締め付け感があってフィット感があるのであったかい。でこれをベースに着てアルファライトスウェットクルーで、でティフォン、汗を外に逃がすようなレイヤリングをしてます。これ今季一押し、サムホールもついてる。これがね ありがたい、めっちゃありがたい。一日中ずっとこれしてたけど、めちゃくちゃありがたいです。であともう一つか、途中で今日寒くて使ったんですけど、バラクラバ風のフードがついてて、すごくこれねやっぱね違う、あると超いい。絶対フーディー買った方がよかったよねあちょっと寒いな、バラクラバ持ってくればよかったなっていう時には、これでもう簡易的にバラクラバになるんで、耳が隠せるってすごいあったかいんで、これはすごいおすすめ。私的にはフーディーを一押しです。ということでベースレイヤーはなんだっけ、ワッフルウールフーディフルウールフーディ、これはおすすめ、激おすすめ。ちなみに傭兵は何、このインしてるけど同じだね、一緒、色も同じだね。これちょっとね俺
欲しいわ、もっと欲しいわあの冬のベースレイヤーにはすごくいいかなと思います。もうこうしてでも一回つけちゃうと脱ぎたくなくなるぐらい心地いいということで、おすすめのメリノウールフーディだっけなんだっけ、ワッフルウールフーディワッフルウールフーディ。このベースレイヤーの下にもう肌着として着てる、もうド定番、ミレーのド定番のウェア、ドライナミックメッシュ、通称アミアミですね。でアミアミはですね、もう説明不要で、これもまあティフォンと同じようにたくさんの方が着用されてると思うんですけど、やっぱいいね。両部屋長袖タイプだっけを使ってて、私半袖タイプを使ってます。やっぱ今日もね、かなりの急騰だったんですよ。初め、まあ、こんな寒くて急騰ですぐ汗かいたんだけど、まあ、汗かくのは分かるんだけど、やっぱ外に逃がしているなっていうのが感じますね。これいいね、やっぱね、アニアミアミ。ちょっとあの温泉恥ずかしいっていうのはまあ定番のデメリットあるけど、いいですね、汗冷やしないなんていうのを体感できるので、まあ、ウェア的にはこんな感じの4層か今回挑みました。でもう一つおまけにこれですね、今日1日つけたこれビーニー、サニービーニーっていうモデルなんですけど、めちゃくちゃ可愛いモデルで、おっさんの俺がするには申し訳ないんですけど、レディースものです。一応レディースものなんだけど、別に違和感ないでしょ。裏地がねこんな感じなんですよ。おで、そうめっちゃあったかいで、おでこのなんていうの、おでこ周りの汗をちゃんと吸ってくれて温めてくれる保温性もある。こんな感じのボンボンのついた可愛らしさをアピールした44歳なんで結構色違いもあって、もうちょっとかっこいい感じの色もあったりするんですけど、私はこれを選択してみました。まあ普通に私服でもいけちゃうかな。手袋もミレーにしてます。これちょっと古い方なんでよくわかんないですけど、手袋もミレー、両兵もミレー好きということで、手袋もミレーです。これ現行品、現行品、うん、ポーラテックの、まあ、でもこれ1枚で飽きてもあったくかったの、うん、あともう一つあるじゃん、これなんていうんだっけ、これなんだろうね、まあ、これ結構人気だよね、うん、スマホすっぽりだね、まあ、こういうのも使ってるミレー大好きな2人でございます。お世辞抜きでミレーいいよね、まあ、価格もそんなバカ高くないし、どこにでも売ってるしね、ということで何かの参考になっていただけたらと思います。またバイバイ。1個忘れてた、ティフォンウォームが暑いなって、行動して暑いなと思ったらこっちに切り替えようと思ってたのがこれ、こんな感じで行動中ちょっと暑くなりすぎるっていう時にはこうしたね、薄手のウィンドシェル、これ撥水性がめちゃくちゃ高いウィンドシェルなんで、ちょっとした雨も防げちゃう。夏なんかは1枚忍ばせておくとすごく便利かな、稜線に出た時に風を防いでたりとか、ちょっとした雨も防いじゃう。ブリーザーワイルダーライトジャケット、ブリーザーワイルダーライトジャケット、多分ちょっと詳しく分かんないんだけど、間違ってたらごめんなさい、現行品がブリーズバリアっていうものに変わったのかと思います。名前が変わったのかな、それの結構前のモデルなんだけど、ブリーザーワイルダーライトもう忘れたそんな感じです。現行品はブリーズバリア、撥水性が売りので、薄手の着やすい、着回しやすいシェルでございます。やっぱ1個のブランドで統一するとこういうレイヤリングも楽だよね、うん、なのでぜひ参考にしていただけたらと思います。それじゃあ改めまして、また次の動画で、ありがとうございました。